どうも、マツケンです。今回はコストコで買ってよかったもの2月編ということで、先月いろいろ買って紹介しましたが、気に入ったものおすすめ商品ピックアップして5つ紹介していきます。2022年もあっという間に3月に突入してしまいました。2月ね、日数少ないってことでいつもよりか早くね終わっちゃった感じするんですけど、でもコストコの買い物的には新商品いろいろ出てた月だったんで、いろいろ動画出しましたけど割と充実してたなという印象です。1月は終盤にちょろちょろっと新商品出てきた感じだったんですけど、本当前半から中盤はね渋いレビュー動画が多かったような気がするんですが、2月はそういった意味ではね動画作りやすかったです。はい、2月もいろいろ新商品、多めに紹介してきましたが、中でも気に入ったものということでね、5つ商品絞りまして紹介していきます。今回紹介する商品はざっとまるっと紹介していく感じになりますので、詳しいレビューとか見たよって方は概要欄の方にねリンク貼ってますので、ぜひチェックしてみてください。それでは行ってみましょう。2022年2月のコストコベストバイ、まず1点目の商品はこちらです。ベーカリー新商品のアップルタルト。この商品は2月の中盤あたりに登場したベーカリーのタルト系の新商品になります。シャクッとしたフレッシュな食感と酸味の効いたリンゴが大量に乗ってる贅沢なアップルタルトになります。これまでリンゴが主体になったスイーツってベーカリーの方で何度か出てるんですけど、だいたいシナモンとセットになることが多かったんですが、このアップルタルトに関してはシナモン入ってなくてめちゃくちゃ食べやすい仕様になってます。歴代のフルーツ系のタルトってタルトの生地の上にアーモンドカスタードクリームっていうのが一旦塗られてて、その上にフルーツがいろいろ変わってるみたいな感じで出てたんですけど、このアップルタルトに関してはクリームの部分ですね、リンゴのペーストみたいなものがバーッと敷いてあって、その上にスライスされたリンゴがたっぷりみたいな感じです。このタルトだけ食べるとリンゴの量がたくさん乗ってるってこともあって、かなり酸っぱくさっぱり食べれるんですが、バニラアイスだったり甘めのトッピングとかなり相性がいいです。ホイップクリームだったり甘めのドリンクを用意しておくっていうのもいいんじゃないかなと思います。このアップルタルトはこれまで、何種類もねタルト食べてきましたけど、一番好きな商品でした。2月のコストコベストバイ2つ目の商品はこちらです。カスケードのコンパクトテーブル。今シーズン登場しているアウトドア系の商品なんですけど、価格も2880円とかなり手頃だったので購入してみました。展開するとこんな感じになるんですけど、ここが約54センチ四方ですね。片面ちょっと1センチぐらい短くて、実は長方形っていう感じなんですけど、正方形のテーブルみたいな感じでね、割と大きめだと思います。で、このテーブルの特徴としてはここに2発で、ドリンクホルダーがついてるんで、まあ、こんな感じで置いて使った時にどうしてもね缶とか置くとゆらゆらするんですよね。ちょっとした衝撃でぐらついたり倒れたりってことが起こり得るんですけど、ここ 7,8 センチのくぼみがあるんで、まあ例えばこういったね、ドリンク刺しておけばこのテーブルごと吹っ飛ばすぐらいの衝撃がない限り、このドリンク系のものがねこぼれることはなさそうです。はい、こういったコンパクトテーブルの中では割と広めの作りになってますけど、重さはそこまでなくて 970g、 1キロ切ってます。質感もね価格相応といった感じで、端々のステッチ部分の仕上げとかはちょっと甘いところあるんですけど、こういった機能的な要素もありつつ必要十分な感じで、割り切って使うよっていう方にはすごいいいかなと思います。ちゃんとこういったポーチもついてますんで、はい、こんな感じでね雑に畳んでも 1,2 分ぐらいでこのサイズで、収納できますんで、トランクにねこれ置きっぱなしにしてます。いつでも出先で使えるように。ただこのサイズ重さなので全然収納スペースも圧迫しないですし、安心感もあってね、すごくいいなと思ってます。一応この商品コストコで売ってるものなんで、紹介したんですけど、この動画をね出した瞬間に登録者が減って
ったんで、基本的におすすめ商品とかもね紹介してはいるんですが、アウトドア関連グッズはねあんまり需要がないみたいなんで、個別で動画で紹介することはもうやめようと思います。もしまだこの商品のレビュー動画見てない方はね、ぜひ見ていただけると成仏できます。まあ、アウトドアの商品ではあるんですけど、室内で使ってもね全然いいと思います。ちょっとしたサイドテーブル的な感じでね、軽いし、使わないときは邪魔だったらこんな感じでね撤収すればいいんで、はい、これは個人的にはねおすすめです。続いて2月のコストコベストバイ3つ目の商品、こちらです。カークランドのロゴスウェット、コストコのプライベートブランドでもあるカークランドシグネチャーのロゴがプリントされたスウェットトップスになります。12月の終わりにコストコのロゴのパーカーがね、出てて、それはね3日4日で売り切れたんですけど、ちょうど行ってない時に入荷して気づかぬうちに完売してっていう、ちょっと悔しい思いをしてたんですけど、このスウェットに関してはおそらくね入荷初日ぐらいに変えたんですよね。なのでサイズとかカラーもしっかり選べてね買うことができました。このスウェットも福岡の店舗では 3,4 日で売り切れてるんですけど、ちらほらねコメント、他の店舗に行かれる方からいただいた感じだと普通に買えるところもあるみたいな、なので地域によってね全然こう需要と供給がバランス取れてないっていう商品になってます。このスウェット伸縮性のある生地でめちゃくちゃ伸びてね、動きやすいです。冬場に着るスウェットにしてはちょっと薄手かなってぐらい生地の厚みはないんですけど、裏起毛みたいなタイプのフリース生地になっておりまして、実際に着てみるとね見た目以上にあったかく過ごせます。僕 YouTube に動画をまあ出してますけど、それ以外でも週 2,3 本ダンスのレッスンっていうのをやっておりまして、その時のレッスン着として全然使えるぐらい動きやすいんでね、普段着として着るのもいいですし、なんか運動する時のトップス、ウォーミングアップ中体すぐ温まると思いますし、動き終わった後クールダウンする時とかも体を一気に冷やさずに着るトップスとしてはねいいんじゃないかなと思います。去年の終わりぐらいからパーカーですね、パーカー出たりとかこのロゴスウェットとかが出てるんで、 T シャツとかもね今年出てきて、もうおかしくないんじゃないかと密かに期待してます。まあ、出るタイミングとしては結構早いと思うんですよね。 T シャツが必要になる時期、夏場よりも前、なんで3月とか4月にポンとなんかのタイミングでね、出る予感はしてるんですけど、また次のグッズがあればちょっと買ってみたいなと思います。最近出してる動画このスウェットでね、着て撮ることが多いんですけど、買い物はねまだ行ったことないんですよね。やっぱこれだけでカークランドシグネチャー丸出しで行くメンタルはちょっとまだないかなって感じなんですが、まあこういったねあのオリジナルのロゴのやつとかを着て来店したら、フードコートでなんかねサービスがあったりとかしたら多分着ていく人増えるんじゃないかなと思うんですけど、カフェラテとか無料にしてくれたらねありがたいですね。で何年か前までコストコで年会費を更新する、会員を更新するタイミングでショッピングバッグとか、もっと前だと卵1個プレゼントとかいろいろなんかねおまけがちょっとあったんですけど、ここ数年何もなくなってると思うんですよね。なのでこういったオリジナルのね、スウェットだったりノベルティ的なものをね配ってほしいなって思ってますけど、どうなんでしょうね。はい、続いて2月のコストコベストバイ4つ目の商品はこちらです。ベーカリーの黒糖きなこバーケーキ、こちらも2月の真ん中あたりにベーカリーの方で登場しているスイーツ系の新商品になります。パッと見ホイップクリームたっぷりなケーキなんですけど、実は和のテイストが満載の内容になっておりまして、やっぱ食べた人のね評判もねかなりいいみたいです。ダメはこんな感じになってます。黒糖のスポンジときなこクリーム、黒蜜クリーム、栗の甘露に黒豆が入っておりまして、外側だけ見ると生クリームメインのケーキなんじゃないかっていう見た目なんですけど、内側見るとね情報量かなり多いです。黒糖の甘さときなこの風味がしっかり感じられる味で、クリームとねスポンジの割合が半々ぐらい、クリームたっぷりな仕様になってるんで飲み物飲んでるかのようなリッチな
ケーキです。内容的にひな祭りに向けてのスイーツだと思うんですけど、この手の商品がね定番化されるってことはまずないので、まだチェックしてないって方はね、早めに買っておきましょう。この動画出したのは2月9日だったんですけど、もうね間もなく1ヶ月ぐらい経ちますんで、本当お早めにお試しください。最後、2月のコストコベストバイ5つ目の商品、こちらです。フードコートの新メニュー、ガーデンピタサンド。こちら前回の動画で紹介したフードコートの新しいバーガー系の新商品になります。ちょうど1年ぐらい前になるんですけど、大豆ミート 100% のパティを使ったビーガン向け、ベジタリアン向けのガーデンバーガーっていうハンバーガーが登場したんですけど、その後継モデルというか新しいパターンとしてね、ピタブレッドのサンドイッチが登場しました。ピタブレッドっていうのはこうぺったんこなパンで、真ん中切れ目を入れると中がね、空洞になってて、そこにいろいろ野菜とか肉とか挟んでサンドイッチっぽく食べれますよっていうパンなんですけど、このピタブレッド、ピタパンがものすごい好きでね、僕みたいにピタパン推しの方はね、もうこれだけでありがたいっていう感じになると思います。味もねめちゃくちゃ美味しかったです。とはいえ大豆のパティまだ食べたことない方っていうのはね、そこら辺ちょっと疑問というか不安があると思うんですよね。実際そもそも肉だったものが大豆になってそれ美味しいのっていうところだったり、他のハンバーガーと同じ価格なんですよね。680円っていう価格で同じ満足感が得られるのかっていうところですよね。初見でねこれ食べてみて大豆ミートじゃんって何も言わずに気づく人って多分いないと思うんですよね。それぐらいなんかこのパティっていうのがよくできてまして、食感だったり味だったり食べ応えだったり、どれもね肉なんですよ。パティだけまじまじと観察するとちょっとね色が薄い感じがするんで、それでもね鶏と豚のミンチなのかなみたいな、それくらいのなんか予想はできたとしても、大豆 100% っていうのはね多分気づかん人の方が多いと思います。でまあ美味しいなっていう要素としては、パティのクオリティと、あとは中に入ってるソースですね。どのハンバーガーにも共通してるんですけど、コストコのハンバーガーってソースが、他にはない独特なテイストでどれも美味しくて、でこのガーデンピタサンドに関してはバジルクリームソースっていう、質感的にはポテサラっぽいペーストの雰囲気のある白いソースが入ってるんですけど、バジルだったりなんか細かく野菜も入ってたりね、これも野菜がメインになってるんですけど、結構ねがっつりパンチのある味がします。で最近のコストコのハンバーガーの仕様としては、バンズかなりふかふかなんですよね。空気たっぷり含んでてふわっとしてる食感なんですけど、このピタブレッドに関しては結構ねハード系のパンに近い、しっかり歯ごたえのある食感なんで、その分ね噛む回数増えて食べ応えも増すんですよね。この商品はこれまで販売されてたガーデンバーガーに置き換わる形で、登場してますんで、まあ、ガーデンバーガー好きだったなっていう方は絶対口に合うと思いますんで、ぜひお試しください。このハンバーガー提供するスピード、他の商品に比べると結構時間かかるやつなんで、本当タイミング悪いとサンドイッチ1個待つのに15分以上とかっていうのが過去にね僕は経験したことがあるので、やっぱ平日、行ける方は平日に食べるっていうのがいいんじゃないかなと思います。詳しくは前回のレビュー動画で喋っておりますので、まだ見てないよって方はね、ぜひ動画の方チェックしてください。ということで、2月コストコで買ってよかったものを5つ紹介させていただきました。各商品の情報は概要欄にまとめてますので、ぜひチェックしておいてください。ということで今回は毎月恒例のコストコで買ってよかったもの5選ということで2月編お送りしました。もし皆さんのおすすめ商品ありましたらぜひコメントで教えていただければなと思います。このチャンネルでは週4、5本ペースで今回みたいにコストコのレビュー動画だったり、あとは日用品だったりガジェットだったりいろいろね買ったものを紹介してますので、もしまだチャンネル登録しないよって方ですね、動画作りのモチベーションになりますのでぜひチャンネル登録してみていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。